どうも、ショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今日は久しぶりに晴れましたね。ということで外に行きたいと思います。で、今日は、外に行ってちょっとまず動画の編集をして、それから新宿の方に行きたいと思います。ということで用事が終わりましたので、今から心の中に入りたいと思います。忘年会ですね。乾杯。ありがとうございます。うまい、うますぎる。おはようございます。ハッピーバースデー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、終わりました。じゃあ今から家に帰ります。いや、楽しみですね。なんか荷物が到着するのが8時から12時って書いてあったので、結構幅あるなと。しかも朝8時から届けてくれるって朝早起きだなって思うんですけど、まあ、でも今日は楽しみです。よし、じゃあそれまでは朝食を食べずにちょっと仕事しましょう。から撮影再開していきたいと思います。で、今回、まあ、タイトルにも載っちゃってると思うんですけども、この机とテレビ台をブラッシュアップするんです。はい、なのでそのまずビフォーはどうなってますっていうのをお見せしていきたいと思います。はい、まずこちらビフォーなんですけども、この机はですね、彼女が7年間使っていたやつらしいです。はい、でこれ、一人暮らしの時から持ってきたやつなんですけども、これ今までこの物件で2人で使っていました。なのでめちゃくちゃ狭かったです。はい、なのでこれこう買いようねっていうことで、はい、これを買います。でこちらに行くとテレビ台があります。でこのテレビ台の上にはパキラが乗っていて、なぜかこの2、3日で急にこう黄色くなってしまったんで、ちょっと大丈夫っていう感じなんですけども、はい。でこのテレビは、僕はほとんど見ないんですけども、まあ、彼女が見たい番組とか上がった時につけるっていう感じです。僕は結構ミニマリズムなライフスタイルを、まあ、それなりに続けてはいますけども、別に彼女にそれを求めていないので、なのでああいうぶっ込みスペースとかも、まあ、あって全然いいという感じですね。まあ、でも今回はそのちょっとこうミニマルすぎるので、机はさすがにミニマルすぎるだろうということで大きくしようということです。はい、でなのであと1時間半ぐらいしたらそれが届くので、その到着をもうちょっと待ちたいと思います。はい、来ましたということで、来ました。じゃあこれを開けていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ということで、はい、到着しました。いやー、来ましたね。これはま開封してから紹介したいと思います。はい、ということで45分ぐらい作業して完成しました。まあシンプルな作りだったんですけども、いろいろ作業してたらまあ時間かかってしまいました。ということで今から入れ替えていきたいと思います。どういう感じになるんでしょうか。はい、ということで完成しました。じゃあアフターをちょっと見ていきたいと思います。何を買ったかっていう紹介もさせてもらいたいんで、はい、行きましょう。
はい、こんな感じになりました。いかがでしょう。白から茶色系に、はい、変えたわけなんですけども、ちょっと見ていきたいと思います。こちらの机がですね、このリーセノさん、ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、から出ている、ちょっとこの中にはこの机がなかったので、ちょっと購入したページをのここら辺に貼っておきます。ネットで発見してここから買ったんですけども、めちゃくちゃおしゃれです。うん、なんか暮らしを大切にしている雰囲気があるので、ここにしてみました。素材もものすごいいいですね。うん、でこの下にあるこの部分は別売りで、カゴですね。これもニトリさんに売っているカゴです。これをこうぴったりはめることができましたということで、このごちゃーっとしたものをスッと隠せるので、かなり見栄えは良くなったんじゃないかなというふうに思います。でこの、トイレットペーパーに関してはもう一度こうぐーっと押し込むと、はい、こういう感じで収まるので、まあ、これもこれでありかなというふうに思います。はい、やっぱパキラちゃんがいい味出してます。で今までやったこの机とテーブル台はここでお別れということになります。7年間使ったということで、かなり元は取れたんじゃないかなというふうに思いますけども、そう、今までありがとうございました。でも僕が使ったわけじゃないんですけどね。はい、ということで終わりました。いやー、めちゃくちゃもう雰囲気がだいぶ変わりまして、いやー、テンション上がりますね。なんかすごい居心地が良くなりました。さらに良くなりました。そう、やっぱこう家はリラックスできる空間、うん、居心地のいい空間がベストだなと思います。いやいいですね、いいですねしか言わないんですけども、でも本当にいいものなんで、これ本当に買ってよかったです。ということで、じゃあこれからの動画もこういったものの上でなんかいろいろやっていきたいなっていうふうに思います。なのでもし今回の動画を見てちょっとでも、あ、いいねと、なんかこう心が軽くなりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ということで、今回、まあ、お伝えしたいことは以上かなと、シェアしたいことは以上かなと思いますので、今回はこの辺で失礼します。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。